こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はピラミッドを一気に10層伸ばす建築材、8320ブロックを集め終わりました。これでようやく建築ターンね。それより、ついに雲に届く日が来たと思ってます。まあでもその前に、建築作業中にも精錬を進めたいので、今日もせっせと石炭鉱石を砕きます。それはいいのだけど、シルクタッチで鉱石のまま持ってきた意味がなかったわね。鉱石をまとめて砕くのがいかに面倒くさいか学びました。さて、レンガ精錬に用いたかまどは全部砂をセットし直して、ここまでですね。では、ピラミッド建築を再開します。で、まず積み込むのはかまどからです。ちなみに普段ならブランチマイニングでポイポイ捨てる丸石を、こんなに活用できたことは結構嬉しかったりします。それより13スタック半のかまどを作ったことに違和感抱きなさいよ。精錬中のを含めれば14スタック半です。さてこのピラミッド、現在55層まで建てています。現時点での立方体換算での建築進捗は 55.8%、これからさらに10層積み上げて 63.6% になる予定です。10層積んでも 7.8%、じわりじわりしか進まないわね。まあエンダーマンが持てるブロックを後回しに建築材を選んでいるので、ある程度は仕方がありません。さて、ここから覗き込むのが好きだったのですが、この高さにもなればモブを見分けづらいほどに細かいです。ちょっと寂しいです。ウィザーを放し飼いしてビュンビュン飛ばせたらもっと近くに見えるわよ。断固として却下します。さて、ここから私は建築系。建築系だけに気になるのは、かまどが横向きになってしまうことです。正面向かせた方が見栄えがいいわね。で、あとかまどにかまどを設置するとき、シフトをしながらでないと中が見えてしまいます。この一手間があるせいで、すでに材料の丸石の数が揃っていたにもかかわらず、今まで積むのを先延ばししていたんです。より上の層の方が積む数が減るものね。嘘。正面向かせて詰めるの？その前に建築系なのに知らなかったの？で、急遽拠点に戻って実験しました。いやー、今までかまどは原木と同じ仕様だと思い込んでいて、まさかです。横のブロックにつけて設置する際、角度を変えると向きを調整できるんですね。早めに気づいてよかったわね。さて、やり直し作業は十数個で済むようですが、十数個でもこの作業怖いです。採掘慣れしているためか、アイテム化した瞬間に拾うと前進する癖があって、かまどを砕いた瞬間に気が緩んだら即死です。でも、半歩前に出ないと回収できないこともありそうよ。ほら見なさい。どうしろと言うんですか。まあ犠牲はかまど一つだけで済んだので、あとはひたすら並べていくだけです。なお8倍速にすると、かまどがどんどん右に流れていく様子がわかります。なかなかシュールね。そして17分ばかり、かまどが右に流れる絵を見続けていたせいか、視線が横に流れる錯覚に悩まされるありさまです。なんだかフラフラしてきます。かまど用意したのかしらね。ふう。さて、犠牲かまど一つの代わりと次の層の建築材を取ってきます。さて、次はドロッパーなんですよね。これも機能付きだし、また錯覚に襲われそうね。まさかこんな問題に悩まされるとは。建築というジャンルは本当に奥が深いです。そして14分のち、案の定です。今晩はカエルの顔が右に流れていく夢を見そうです。錯覚はともかく夢見るほどなの？だってこのカエル、口元がにこやかなのに目が笑ってないんですよ。で、あまりに精神衛生が悪化したので、イカを買って頭からカエルを追い払うことにしました。そういえばイカ墨集め中だったわね。
さて次の層からは橙色の三連線です。まずは羊毛から。ここからはやっと高速積み込みができるわね。まあでも、羊毛積み終わったら次が透過ブロックのガラスです。松明設置作業が待っていて少々気が重いです。さて一周ほぼ6分、あっさりと積み終わりました。以前よりさらに早くなったかしら。一層上がるごとに8ブロックずつ減るのがじわじわ効いてきてます。今積んだ層は12スタックほどですが、一番下だと20スタック以上あったんですよね。さて次はガラスを積む前準備です。なおこの作業、最近の私の辛い作業ランキングで堂々1位に輝いています。ところでそのランキングで、ブランチマイニングは何位なの？あえて言うなら別腹です。フォーラグさん今やめて。で、羊毛の上に松明立てた記憶はないのですが。でも20分の1倍速で再生すると、確かに立てたのは私のようです。わざわざ確認するほどのことかしら。それから頑張って、なんとか松明は付け終われそうです。今回はついさっき、かまどとドロッパーの積み込みで左手小指を酷使していたので、いつも以上にきつかったです。さてあとは楽勝。ガラス設置はあっけなく終わりました。そして色付き粘土もやはりさらっと終わり、ようやくピラミッドは60層に達しました。10層の建築材を用意してきたうちではここで半分ね。さて、建築作業開始からほぼ1時間、いよいよもって雲が近づいてきました。次は片焼き粘土ね。で、頑張って急いだら、初めて1周5分をギリギリ切りました。さらにハーフブロックではない方の、普通のレンガを積み終わり。黄色のカラーブロック3種類のうち、羊毛を積み終わったところです。そろそろ雲に手が届くのではないでしょうか。ギリギリかしらね。さて一晩寝たところでちょっとドキドキものです。収録データを集計したら、現時点のプレイ時間は146時間。それだけの時間を注ぎ込んで雲を目指してきたわけです。現実が経過したのは9ヶ月半ね。まあピラミッドは雲を突き抜けて遥か上を目指すわけですが、雲は紛れもなく一つの節目です。と、来たー。ようやくここまで来ることができました。そこで小躍りしてもいいのよ。ご遠慮します。それより実はすでに左手小指がつりそうなんです。さすがにもう限界。で、リアルに十分な休息をとってゲーム再開です。俗にユリア中ね。何か違う気がするのですが。ところで、ここでやっと気づいたのですが、麓から見るとすでにピラミッドを雲が貫通してないですか？そう見えるわね。ここだけの話ですが、さっき喜んでたのが少ししょげました。まあでも実際に貫通させてしまえばいいだけで、もう2層分頑張っていきます。リア充を挟んだおかげで小指の疲労は大したことがなく、あっという間に黄色のガラスを積み終わりました。そして今回の建築では最後の一つ、黄色の色付き粘土を積み込み終わりました。今度はピラミッドが雲に届いたかしら。さて地上を見ると、薄く3本の影が見えます。ガラスを透過して日光が届いているのね。で、あの雲を待っているのですが、もう少しかかるかな。20秒ほど待って、ようやく近づいてきました。これはギリギリ？微妙な感じね。結局のところ、ピラミッドが雲に届くのは次回以降に持ち越しのようです。さて拠点に戻ってきて、いつも通りにラバが脱走していないことを確認したとき、ふと思いました。ひょっとしてラバに乗れば、実はピラミッドの上り下りは楽なんじゃないでしょうか。おお早い。思った通りいい感じです。油断したらこのままピラミッドの真ん中に突っ込むわね。それは十分警戒します。ただ、
プレイ中は良い案だと思ったのですが、後で考えるとあまりこの手は使えません。ラバはリードが切れて脱走する際になぜか直進する癖があって、ピラミッドの真ん中に落ちるかもしれません。つまり脱走時にはただの放し飼いとは違う挙動をする様子で、落下を回避するか不明だということね。当面は引き続き和み要因です。さてピラミッドは進捗 63.6%。だいぶ闇の村に近づいてきました。縮尺の大きな地図では、ガラスが透過しているので近づくと地上が透けて見えます。さて最後に15分ほど、石炭鉱石を砕いたりガラス精錬したり、アイテム整理をしたところで今回はここまでです。次回はまた、この先重層分の建築材を集めにかかります。クエスチョンの箇所はまだ決めていませんが、集めやすい建築材を考えると、作業台、2種類の巨大キノコ、氷、氷塊、ソウルサンドあたりが候補です。エンダーマンの持ち運びブロックはまだ積まないのね。枠エリアからもうちょっと距離稼ぎたいですし、メガタイガのポドゾルを見つけてからにしたいです。では、次回は田舎暮らしからで、頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。